周辺本浦地区の宗島港宋島は、瀬戸内海栄諸島の島、ビンゴ灘に浮かぶ、有人島。本州広島県福山市の友の浦から南東を6キロメートルに位置する。周辺の無人島である墓間島、宇治島、鍛冶屋島を含め全島域が郵便番号720-0204、福山市総島町。 面積2.13平方キロメートル、周囲8.8キロメートル。最高峰は鉱山180メートル。集落地以外はほぼ休憩者地である。気候は瀬戸内海式気候。集落は3つ。北西の本浦地区、東の東線地区、南西の浦友地区からなる。2010年現在で人口570人、高齢化率57.9%。 2000年から2010年の間で数字で見ると、人口減少率は26.6%。これに関連して2015年に総島幼稚園、総島小学校、総島中学校と3つとも並行している。主要産業は、水産業。中、小型漁船による船引きと巻き網による網漁業と、海り養殖が主力。網漁は、 トラフグサワラなどの高級魚の漁獲量が減少してきたことから、カタクチイワシなどの多角性魚に偏ってきており、そして島にある水産加工場が強症であるため、チリメンジャコ、イリコなどの加工品の出荷量は少なく未加工のまま、つまり、付加価値の生み出せないまま出荷されている。これは2010年産業別就労者数において、 就労者の59.3%が第一次産業、就労者でほぼ漁業に従事しているにもかかわらず、第二次産業就労者は8.0%に止まっていることにも現れている。上水道は海底送水管により本州福山市内から直接つながっている。海苔の加工シーズンには上水需要量は増加するが安定供給されている。下水道は 漁港周辺を中心に整備が進んでいる。携帯電話などの情報ネットワーク網は構築されている。診療所は一つあり、医師一人看護師三人が常駐している。福山市が公表するハザードマップでは、三つの集落とも波浪想定地域であることに加え休憩者地域圏地域も点在しており、注意を促している。島の名の由来はいくつかある。古くは、ひしめく島。 本島と書いては尻島と呼ばれていたという。あるいは後日の村上氏が、ビンゴ福山藩主水野氏からこの島を地層領としてもらうこととなったことから創島と呼ばれ出した説がある。なお、近くの無人島である宇治島には、祭祀跡や古墳といった埋蔵文化財が発見されているが、この島では発見されていない。江戸時代に書かれた知史、備え広く軍史によれば、 現在の東西地区の北側沖合にはかつて大きな潮町の港、東西、千家の市があり、友の外交としてあるいは、瀬戸内海を東西に結ぶ中継点として栄え、特に室町時代には日民貿易の拠点となっていたという。しかし大きな地震と津波によって海中に没し、生き残った者は島を離れていった。道書に売れは、 波の穏やかな日には海中に没死した遺跡が見えたという。2014年には潜水調査が行われ、加工された形跡が残る石は発見されたものの、道書に記された神社や陶磁器など町があった形跡は発見されなかった。中世無人島だった。この島は、因島を拠点としていた、因島村上市つまり、村上水軍が支配していた。 源那五年不代大名水野勝成が入法し、貧乏福山藩が起こる。当時西日本はほぼ戸山大名で占められていたことから、江戸幕府はこの地を防衛拠点、最国の鎮営として、名称の誉れ高い勝成を配置した。勝成は領内を見回ると、この総島が領内の重要港である友の裏の沖合に位置しているため、防衛拠点を築く必要があったこと。 付近の船の往来が活発になると、風町塩町の港として、絶好の地となりうること、にもかかわらず無人島であったことが分かった。そこで島のすべての権利を与えることを条件に、入植を募ると、沼熊軍、常石の村上太郎兵吉満が名乗りを上げる。この村上氏の出自は、以下の通り。母匹術、第八代、多才治むの母匹に、 先祖村上天皇四十五代後院新宗、さらしな城主、村上品野森吉吉、道三条、守吉明、道備中守吉豊、道西門の義光まで因の島止め、吉忠まで、血連相続、天保十年、義忠没、着死義高錦氏また、第九代、多才治の母妃に、新宗さらしな城主、村上小品川森吉吉後院総島開拓主、 村上太郎兵吉光九代、多彩春吉高隊員を改名三サあるとある。勝成は、宗島をご地宗領、袴島を袴領、宇治島を茶の領、鍛冶屋島を引き出物の名目で、そして島の統治、農業、漁業など一切の権利を吉光に与えた。元那9年3月、吉光は、家臣4、家と農家13家族を引き連れ入党した。 宗島、村上市はこの地で昭やとして、ビンゴ灘一体の漁業権を持ち、そして酒や醤油の醸造もはじめ、友の交渉を迫る勢いで富を築いた。現在友の大毛として知られる友の裏台縛り、網両方を開発したのも、宗島、村上市である。当時の本家屋敷は2600平方メートルにも、及ぶ広大なもので、多くの建物があった。 しかし、昭和時代初期に村上市は没落し、ほとんどの建物は取り壊され、当時を忍ぶおもや、井戸、籠だけが残っている。おもやは大名屋敷の風格があり、東派府、敷台を備えている。また、昭和59年3月1日総島資料、保存委員会による村上省屋敷跡の解説文に今立たず、無道路は昔から馬場と呼ばれ、 左右の家並みはなく、黒松の並木通りで、今なお大井松の巨木2本が残って見えます。またここの美写門や、母屋の館は、大名屋敷の風格を備えていたもので、屋敷面積2600平方 M あった。村上水軍の流れを組む村上太郎兵衛義満が、元那六年、ヒューが守る水の勝成港より四頭を配慮し、小屋敷と定めて、以来、 360年余りを経てその古さを忍ばせている。また、寛永9年に大今しめ網を発明した大毛発祥の地でもある。とある。1889年に行われた市町村政志向に伴い、総島は付近の島々と共に、広島県沼熊群草島村となったが、第二次世界大戦中の1942年7月1日に、 田尻村と共に、同じ軍内の友町と合併し、沼熊郡友町総島となった。さらに、1956年9月30日、友町が隣接する福山市に編入され、現在の福山市総島町となった。2016年3月21日、断水が発生。4月2日、3月に、友の裏から総島へ引かれた。 海底送水管が深さ20メートルのところで切断され、およそ100メートル分のパイプの行方がわからなくなったことがわかった。その後の調査で船の怒りによる破損が原因と判明した。来島者は釣りや海水浴といった海に関するレジャー目的が多い。定期船の数は1日後往復あり、友港からの始発が午前8時。 宋島からの最終便が午後5時20分となっているため、これを利用する場合は、日帰りで最長9時間滞在することができる。なお、島内には数軒の民宿がある。連絡船、上税丸宋島を結ぶ交通アクセスとしては、福山市とも港の県営桟橋から本浦地区へ、宋島基船による定期連絡船がある。仙台の 第35新税丸の引退まで、三輪の以上の自動車を乗せることはできなかったが、2012年4月7日から、カーフェリーが就航し、友の裏から自家用車で直接島内に乗り入れ可能となった。現在は1日後往復発着しており、自動車、自動二輪車、自転車、手荷物を乗せることができる。航路全長は約 7km、所要時間は約30分である。 道内にはタクシーやバスといった公共交通機関は存在しない。なお、定期連絡線の乗船場から最も遠い、当選地区までは徒歩で40分程度を要する。ありがとうございます。